い、お願いいたしますの、読川先生。では。やはり現状では証拠不足で動けないそうですわ。まあ予想通りですわね。圧力がかかっている以上、アンチスキルに期待できないのは分かっていたことですし。お姉様、何か気になることでも？うん、テレスティーナに言われたことがちょっとね。常盤台のレールガンってやっぱりいろんな人に知られてたりするじゃない。そのおかげで知り合いになった人とかも結構いるし、もしも私がレベル5じゃなかったら、もしかしたらクロコやみんなと今みたいな友達には慣れてなかったのかなって。お姉様、クロコがお慕いしておりますのはレベル5の常盤台のレールガンではなく、ちょっぴりがさつでお子様趣味ですけれど、後輩思いでお優しい美坂美琴お姉様ですの。クロコ、ありがとう。でも、どさくさに紛れて抱きつくな。あとお子様趣味とか言わない。お姉様、お仕置きの際には容赦なさらないところも、クロコは大好きですの。スタディーコーポレーション？はい、その会社の取締役の中に有富春樹の名前が。何をしている会社ですの？薬品の製造とか化学関係を中心にいろいろ手広くやってるみたいです。で、怪しい施設っていうのは？スタディーコーポレーションが第17学区に所有している工場なんですけど、どうってことない古い工場なのにすごい値段で買い取っているのが気になって。確かに匂いますわね。工場ってことはフェブリをそこで作ったとか？もしかするとあの飴も。せめて成分のデータだけでも分かれば。直接乗り込んで調べるのが一番手っ取り早そうね。時間もないことだし。どうした？第一ラボに侵入者だ。侵入者？何者？わからない。ガードシステムがシフト A で警戒態勢に入った。第一ラボは情報セキュリティを甘く設定した、いわばおとりだからな。誰かが嗅ぎつけても不思議はない。今頃第一ラボにたどり着いたとしてもこちらの計画に支障はないわね。見られて困るものはなかったよな。ジャーニーのデータは全て移行した。残っているのは例の中和剤のデータぐらいさ。 To make sure、 様子を見に行ってくるわ。第一ラボへ。侵入者と一緒に駆除されるぞ。危険を犯すつもりはないわ。計画を目前にした今、万が一の不測の事態もないように安全を確認しておきたいの。わかった。また誰もいねえじゃねえか、クソが。前回同様、超ガセネタっぽいですね。これって本当にギャラ出るんだよね。なんであいつらがここへ来てんの？まさか私が来るのを知って待ち伏せをって雰囲気じゃないわね。フェブリを作った連中と敵対してるの？暗部同士の抗争とか。ん？どうしたの、滝壺？麦野。
駄無駄。一度記憶した能力を追跡できる滝壺の AIM ストーカーがある限り、結局不意打ちなんて不可能ってわけよ。能力？無人のパワードスーツを誰かがサイコキネシスで動かしてるってこと？でも付近に人の気配はない。遠隔操作？あ、でも遠隔って言ったって。パワードスーツの中に落ちてたんだ。フェブリというこの体を構成しているものと同じ成分でできているようだね。あの髪の毛が仮に能力の受信機のような働きをしていたとしたら、にしたってあれだけの数を一人の能力で動かしてるなら、それってレベル5級の力よ。つまりあの髪の持ち主は。滝壺！大丈夫？うん、プールで泳ぎすぎたみたい。泳いだ。あー、ムカつく。帰るわよ。超了解です。行こう滝壺。うん。やば、滝壺？まだ誰かいるの？ううん、大丈夫。今日の仕事の分は終わってる。そう？ああ、汗かいた。早くプール戻ろう。そうだね。あいつらずいぶん派手に暴れてくれたわね。これじゃもう何も残ってないかも。あの奥、電源が稼働してるエリアがある。